今週のゲストは前回引き続き妖怪文化研究家の木下正美さんです。木下正美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私北海道開断という本を書いたときに、あの新都塚でもと新都川に住んでいらっしゃる方々は奈良の都川から、はい、移住されてきたて、うんはい、でその理由があの非常に大きな水害にあ被害にあったので、はい、新店長を求めてあのいか えー、北海道の地を開拓して、はい、新しい十津川ということで新十津川と名付けられたらしいみたいな話聞いて、はい、で、はい、移住した先でも水害にあってその予兆みたいなものがあったっていう不思議な話を聞きましたね。はいはい、ありますよね新十津川村。結構十津川村に取材に行くと皆さん北海道の話を してくれますねあの北海道に新十津川村ってあるの知ってるって言われて家族全員で移住せずに、はい、あの家族の、まあ、例えば1人だけが北海道にみたいなパターンもあってはい、はい、でそれで奈良の十津川村で家族の誰かが危篤になったり。 まあ逆に家族が増えたりいいことがあったりしたのを虫の知らせで聞いたり夢で見たみたいな階段はたくさん聞きましたね不思議なそんなこともあるのかっていう,う当時今でも行くのが大変ですからね奈良のだからそれと北海道の新十津川ですからね郵便出しても電報出してもすぐには当時に届かなかった。 なんじゃないま、ね、だに戸塚村ってすぐに陸の孤島みたいになってしまってあの山に囲まれているのでそれこそ災害なんかがあった時は本当に閉じ込められてしまうようなところでいろんな村の方に話を聞いてたらもう食料は常に、えー、た満タンに家にしておいて ガソリン車のガソリンも常にあの1回乗ったら補充するっていう形にしてるっておっしゃってる方が多かったですね何かあった時に災害とかあった時の備えとしてミステリーサッカー聞いたらすごい喜ぶようなシチュエーションですね携帯電話が普及したからなかなか陸のこととかクローストサークルにできないっていう悩みがあるらしいんですよ。 陸の孤島で橋が切れてとかはい、はい、あるあるですけどそのホテル普段経営どうしていたのってなってしまうのでそれを舞台を戸塚にしたら解決してしまうんですね戸塚、ねはい、っていうと今も簡単に多分閉じ込められてしまうと思いますぜひミステリー作家の方は取材に <laughs> 行かれると楽しいかもしれないそうですね。ね そこで殺人事件があっていうのを十塚の方がどう思われるかわからないそれで妖怪とかねあとわらべ歌とかがあれば完璧ですねいやいろいろなことを聞きしたいなと思ってるんですけれど奈良の大和郡山っていうと金魚でも有名じゃないですか金魚の井戸っていうお話があったのでそちらちょっとご説明していただいてもいいですかね。はい えっとま、金魚の、えー、これそれは大和郡山の話ではないんですが、ね、いえ<あ><私>いえ最近取材にいもう行ったんですが柳生っていうそれこそ先ほど話題に出てきた「あの鬼滅の刃の」の石というか岩があるところなんですけど、まあ、そこにある井戸でその中に金魚が入っているんですけども、はい、それを、えー、見てしまうと。 良くないこことが起こるっていうようなお話があって、まあ、実際にそれはそのお話自体にオチみたいなものがついていてあの大切なものをあの隠していたのでそれを悟られないようにっていう風なオチがついてるんですけどもそういう金魚が一つ何か良くないことを表すものとして井戸の中に閉じ込められているっていうお話もあったりします。まあ、実際にあの金 井戸の中で魚を買うっていうのはあのいろんな人に話聞いたらあることはあったみたいで金魚だけじゃなくてうちは声入れてたとかああそうすると泥を吐いておいしく食べれるっていうそ,うそうなんですようね。でも金魚っていうのは珍しいなっていうのと、はい、私がちょっと混同した理由の一つ、はい、大和郡山にあの以前取材にし行ったことがあって、はい、脱走した金魚が。はいはい 割割ととと水路とか田んぼのりきとかんの泳いいいいででるすすねやたま脱走したどころかちょっと前に良くないこととしてニュースになりましたけど金魚の業者さんがお祭りとかで余った金魚を用水路にドバーって放流というか流してるところが SNS で拡散されちゃってちょっとダメだよってニュースになったんですけどまあそうでなくてもあの いいまますすね水路とかに泳いでますであのこれ取材した人から聞いた話なんですけど用、はい、水路の上を2 3 0ンチ浮いた場所で金魚がスーッて泳いでてあの CG 実のように。はいはい、であああれは用水路で亡くなった金魚の幽霊だって思ったっていう話とうあとあの。 病気の金魚がね熱出して家で休んったら、はい、あのボコ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 って布団の上を泳いでいてそれも結構大きなもので目とかも濁っててうん、うん、鱗がはげてたりしてはい、はい、怖かったっていう話を聞いてうん、うん、こういう階段は、はい、あの金魚が身近にいる大和郡山ならではだなと思いましたね。本当に金魚だららけですからね大和氷山 <laughs> 金魚すくいの世界大会みたいなのも行われてますけどあれ、うん、あの毎年ニュースでやりますよね、はい、私すぐ破けちゃうんですよポイがね私もできないんですけど結構奈良のあの会社さんとかでもチーム作ってみんなで練習して大会に出てるところもあったりしますあ,、うん、あ練習するとやっぱうまくなりますかね私あの<う>金魚すくいのコツの動画とかを YouTube で見て、はいはい、ポイを 買ってきてき、はい、風呂場でちょっとやったことあるんですけど <laughs>、ね、練習を全然今年の天神祭りで金魚すくいの屋台、はい、久しぶりに出てたので、はい、見たんですけど全くダメでしたねおうおう一応郡山はこあの金魚すくい道場みたいなのがあって子供たちがあの練習に来てます。

なんというか器の中に入れられるかみたいな勝負ですね。そうですね。うん、でもう一つ、はい、あのお伺いしようと思ってた、はい、うなぎにまつわる話で、はい、多分そちらの本に載ってると思うんですけれど、あ,はい、あのあ良かった。木<あ>下さんがあ,あはい、はい、そうですね。うなぎのなんか安曽奈良県の安曽村に伝わるお話なんですが、はい、まあ、うなぎをこう えー、取っては飛鳥川で取っては売りしていた男性がいてで、まあ、ある日、まあ、また取れたので近所にこう売りに行ったところ、まあ、さばいて売りに行ったのかそしたら帰ってきたら自分の父親がうなぎをさばいて、えー、いたのと同じような形でプクというか腹を割かれて死んでいたというようなお話が、はい、ありますね。 むちゃくちゃ階段というかホラーでー怖い怖いですよね、自分がしかも死ぬ自分が死ぬんじゃなくてその父親が、うん、死ぬっていうところがまたなんとも救いようがない話なんですけどね。前もって警告とかもないですからね、<laughs> これ以上取るととか <laughs> そうです、ね。いきなりもうある日突然死んじゃうっていう。 まあ、あの辺は竜,竜って頭につくお寺さんがあ,のあっていくつかあって、はい、で、まあ、竜伝説もあるような地域なので、まあ、そこからあの結局そのうなぎの話はあのうなぎは竜神様のお使いだったので、まあ、そういうことをしちゃいけませんっていうような、えー、お話だと思うんですけど、まあ、そうやって竜の話があのたくさんあるところなんですよね。 今もうなぎを捕まえたり食べたりしないっていうふうに聞いた記憶なんですけれどう,う,うん,で,ど、はい、うんでも実際にあのそれこそ竜とつく坊お寺の先代、えー、ご住職さんにお話を聞いたら自分は子どもの時はうなぎ取って食べてたっておっしゃってて<あ>うなぎは美味しくないから食べないっていう味の問題で。<laughs> あなるほどと思ったんですけど、うん、あでもあの特定の地域であの、はい、何か食べてはいけないという近畿があるのはすごく多いですよねはい、はい、多いですね奈良に他にそういった場所はありますか、うん、何かを食べてはいけないというよりもそれこそそうですね河童の伝承がある地域とかでは夏になると河童のためにキュウリを 自分たちは食べずに、まあ、川に流すところがあったり<ー>あのまあ多分河童と水神様とを混同していて、まあ、神様へのお供え的な意味だと思うんですけど、うん、まあ吉野の地方では実際にうちでは流していたというおばあちゃんも、えー、から話を聞いたこともあります。うんおー 密教系のお寺で京都でキュウリ封じっていう風習がありますけれども悪いところをキュウリで誘って地面に埋めるとその悪い部分がキュウリに移っててそのキュウリが土にかるとそこ良くなりますよみたいなねそういう汚れを流すとも違いますよね本当にカッパさんにお供えってう感じですね。 ああ、山、あの、山の神、でも、はい、海の神でも、はい、海はないですね。川だけですか。うん、季節によって、属性を変えたりは。は、えー、そうですね。奈良も一部の地域では、あの。よく全国的にある通りで、春彼岸と秋彼岸で、川と山を行ったり来たりするっていう、お話はあります。うん。奈良って不思議というか、大阪と私京都に住んでたことがあるんですけれど。 京都より歴史が古いのに、はい、京都人ほど高飛車じゃないって <laughs> どうなんでしょうね、まあ、都があったという点では京都と奈良と似通ったところもありますけど古すぎてみんなちょっとおおらかな感じはしますねうん、うん、それと夜が早いですよね奈良は夜が早いと言われますね <laughs> 大体観光の方も 奈良に来ても京都か大阪に泊まりに行くので、まあ、5時ぐらいになるとさーっと人が引いていくことで有名ですね駅前の飲食店がもう8時に閉めますとか言われたのでえってびっくりしちゃったことがありますね今は違うまだましです,ですね,、うんま、ですねもうちょっと遅くまでは空いてます。うんあ でまあ、私あの、ご当地会で今のところ、はいまあ、北海道、はい、大阪と、はい、それと機種、えー、を出したんですけれど、はい、であの知り合いもご当地の会談をいろいろ収集しているものがいまして、はい、奈良と三重と和歌山、大阪でちょっとつながってるっていうか、はい、影響し合ってるんじゃないかなっていうふうに思ったこと何度もあるんですよ。よ、はい、もしかしかたら 紀伊山地の霊場と、山門道が。なお、山門、あのお参りする、はい、道が。影響しているのはないかなって思ったんですけれど。うんうん、木下さん、お互いの都道府県の伝承や伝説が影響し合ってるなって感じることはありますか、はい。あ、はい。よくありますね。特に和歌山は本当に山続きですぐ行けますし。まあ、三重も本当に隣接しているので。えー、大阪も、あの。 大阪方面も北の方だと生駒山を挟んで奈良と大阪に分かれていたりするので同じ伝承が大阪と、えー、和歌山三重それぞれ伝わっているものがたくさんあるので、まあ、ここから奈良だよって区切って。 のも難しいなと思うことはよくあります。うん、ありますよね。あのご当時の話だと思って書いたら、ね、私も全国でしたっていうとか何度もありました。<laughs> で,ね、でもやっぱり関西は関西だなっていうものがいくつかありますね。まあなので地域ごとにというよりも、例えばまあ伊予山だったら大阪と奈良に。 こうまたがってるので山のお話としてなんとなく私は捉えたりその木山脈のところは同じような話がやっぱりあるなという割と山ごとに見たりはしますなるほど暗がり峠の話っていうのも書かれてましたよね暗がり峠はもうあの階段話も多いですし今も不気味ですよねすごく、はい 行かれてどうでした<あ>私は車、レンタカー、しまっこするしはい、はい、途中から歩きで死ぬかと思いますね <laughs> いやきついですよね、登ると足プルプルしますねでもあそこに住んでいらっしゃる方々いやたくさん、はい、ねいらっしゃいますよね私、あのおばあちゃんやおじいちゃんたちにもすいすい抜かれて、はい、あの人たちの方に天狗なんじゃないかなって疑ってますもん <laughs> そうですよねあそこの人たち足腰強くてうん そこも縁の,の行者さんのお話がたくさんあって鬼鳥山っていうところもいまだにありますけど「探偵ナイトスクープ」でも紹介されていたんですけれど、はいはい、ギネスブックに載って登録されている坂の角度よりも暗がり峠の坂の角度の方がきついん,だ <laughs> そうなんですね。ね よく登録呼びかけっあそこが世界一なんじゃないかなっていう <laughs> よく国「国ひどいに道」と書いて国道と呼ばれたりしますねらがり峠って割と新しいおそれこそ階段的なお話もあそこでは聞かれたりするんですよね、はい、あ,のあんまり私が新しい話だと怖かったり情報あのネットの 情報源とかを取り上げるのはあまり知っていないので最近の話っていうのは載せてないんですけど、まあ、古くからそうやって鬼たちがえ暮らしていたりいろいろなそういう怪談話に登場したりっていう場所ではありますねやっぱりあの大阪と奈良をこうつないでいるのでだからこそ生まれる話も多いかなという印象でした あこちらに書いてある、はい、えと奈良洋歌新聞総集編の4ですね、はいえー、これも「クラゲアギ峠」の話で、はいえー、ある日峠に横たわっていた死体を踏みつけて道珍 <laughs> という人が通ろうとしたところ、はい、死体が道珍の衣の裾をくわえて引き留めた道珍 <laughs> は弔おうとしながらも人の裾を 加えるなどしたのだからと罰として一晩庭の木に死体を縛り付けた上で翌朝埋めてやることにした <laughs> すごい話ですね <laughs> そ,そもそも死体を踏むなという,う <laughs> その夜中道賃は自分の名を呼ぶ声で目が覚め死体がなぜ自分を縛り付けるのか早く縄を解けと言っているようだった返事をせずにいると 縄を解きに来ないならこちらから行くぞとブチブチと縄を切る音がする道珍 <laughs> は脇差しを取り出し入ってきた死人に切りかかるすごいどんどん展開が <laughs> 早いですね死人は寺の中に入ってきたが道珍に片腕を落とされ消えてしまった切った腕を 取り上げててみれば針のようなゴモが生えている。道珍は珍しいものを手に入れたとその腕をしまい込んだ <laughs> 翌朝寺にやっていた母を迎えた道珍は母に昨晩の話をしたところその腕を見せてとせがまれたするとこれは我の手だと叫んで母は目の前から姿を消してしまった今まで晴れ渡っていた空が暗闇となり大勢の笑い声が響き上がったる その衝撃でさすがの道珍も気を失ってしまったその後いつも通りにやってきた母親に発見され道珍は日本で一番の臆病者になってしまったのだとか <laughs> えー、すごい強盗だと思うけれどな。<laughs> <laughs> いやあでこれは私も書いたんですけど、はい、虎の絵を禁じられて和尚を繰り殺したあ、はい、あの小僧さんとの話うん、うん、これすごいですよね、はい、暗がり峠のそばの山寺に虎の絵を描くのが大好きな小坊主がいてうん、うん、でも和尚さんが虎の絵を描いちゃだめって言ったんで、うん、描けなくなった小坊主、うん、どんどん元気がなくなっていって、うん、痩せて寝込んじゃうんですよね。<laughs> でもうう死んじゃいそっってなった時に 布団からバーンって虎に転じておし、はい、を食い殺して蔵、うん、がり峠に消えていったっていう、うん、すごいですね。ねであのこういう古い民話的な話だけでなく、はい、現在も蔵がり峠に行くと、うん、お化けが出るよっていう話、はいまだに聞くのでねやっぱり峠ってちょっと何がある先がわからないというかうん。 見えないところが多くて怖いのかなと、うん、まああと教会っていうことでやっぱあの世とこの世のねうあの曖昧な場所っていうのもあるのかなっていうのと本当に追いいぎも出たみたみでねあんなところで「追いはぎ」出てきたら「追いはぎ」もでもすごいですねあの坂を頑張って登るか何かするなりして。 いいいろんな人の持ち物を奪っていくっててくうタフですねだからもう普段から鍛えられてる盗賊なり山賊なりなんでもう終わりですよね、うん。目をつけられたら絶対取られない,い。登 <laughs> るのも大変ですけど下るのもそれこそこう角度が急なので結構降りる時。 もう怖いなぁと私思いながら歩いたことあるんですけど。ああ何回ぐらい行かれました？うん、歩いたのは二回です。車では一回行ったことあります。すごいですね。私一回行って懲りてそれ以来行ってないんです。一回ダメだと思うとなかなかゆ行く勇気ないですね。でもあれは。はい。うん。 そしてあの大学時代に鬼の研究をされていたっていうことなんですけれど研究の題材として鬼を選ばれた理由は高校生の頃にに馬場明子さんっていう方の「鬼の研究」という本を、まあ、読,む読んで鬼ってなんか漠然とそれこそ日本あの漫画「日本昔話」に出てくるような鬼をイメージしてたんですけど。 実はいろいろ幅広いんだなっていうことにびっくりして、まあ、ちょっとやってみようかなと思いました。どのように幅広かかったんですかうん、うん、それは、はい、なあの鬼がそうなんとなく角生えてなんか金棒持ってみたいなイメージだったけど、ね、実はそうじゃなくて、えー、えもう本当に古い段階で鬼っていうのが日本に登場していて。 でそれは実は姿形が初めはなかったもので,で次第にこう形が与えられたりいろんな物語とかに登場する中でこう肉付けされていったんだなというのが馬場明子さんの本で知れてうん一つイメージ一つじゃないんだなっていうことに高校生の時にびっくりしました。 そうですね極卒のような姿ではなくて、はい、あの幽霊みたいな感じなんですよね,すね中国とか台湾とかの鬼なの話なんかも聞いても。もともと中国ではその死人のことを鬼と表していたので,でそれのイメージが日本に入ってきてで日本も最初はそういう死人を表していたりっていう中でおっしゃるように極卒のイメージとかいろんなものがこう。 付け加わったり混ざったりして、で今の鬼に今の鬼っていうのもじゃあどうなんだっていう話なんですけど、だん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 こうイメージが固定化していったのかなと、うん、まあ、鬼滅の刃とかも流行りましたしね鬼。そうですね。奈良県の鬼の話って何かありますか？はい、うんうん。奈良の鬼はさっき話に出てきたあの伊香山の鬼塚行者が従えていた。 あの前期後期の話だったり、まあ、古いものだとさっきも名前が出てきた雁郷士さんの、えー、鬼ガゴジェと呼ばれる鬼、うん、いろんなとこでこれも出てきますがそれだったりっていうのが、えー、有名どころではそうですかねあとはこれは多分近年生まれたお話なんでしょうけど。 の有名な京都の主呑童子という鬼が子供の頃に、えー、奈良の。お寺にいたっていうような話もあったりします。そうですよ。その話は私知らなかったり。うんうんはい、はい。それも結構残酷な話でまあ、夜,の夜な夜な。そのお寺の小坊主さんがどこかに行くので、なんだ怪しいとまあ、お寺のお坊さんは思っていたんですけど、まあ、ある時、その小坊主さんがあの肉を。 何かの肉を持ってきてお坊さんに差し出すので何だと、えーまあ、問いただしたらそれが人肉人の肉だったのでまあその小坊主さんを追放そんなことしちゃダメと言って寺から追放してで、まあ、それが後々大江山の四天同寺になりましたというような話が一応あることはあるんですけど。 えとサル山駅の近くに不審が辻でしたっけ、はい、あの鬼を追っていて身失ったから、はい、そういう地名になりとなったっていう。いうありますねそれも願後寺にガゴぜという鬼が出てそれは日本領域にそもそもの話は載っていて、はい、日本領域に出てくる、えー、ガゴぜ願後寺に出るガゴぜは。 まあその当時は願号寺って飛鳥の方にあったので今は奈良市内にありますけどちょっとまた違うんですが今はまあそうやって奈良市内猿沢池からまあまあ近いところにあってでそこにまあ雅寺が出たという伝承がまあ,あるのでそれと多分あの辺りとのお話が結びついてたのかなと思いますがその不審が土のお話としては願号寺に出た。 鬼が逃げ出して姿を消したところがこの辺りですよというので地名の由来になっているというのが、はい、鬼の話がありますあの観光スポットとして、はい、あの奈良県っていろんなお化けの話があるのに、はい、奥ゆかしいのかあんまりアピールされてないですよね。<laughs> 奈良はそうですね、うん、奈良県は多分形があるもので目に見える形の観光資源っていうのがたくさんありすぎて目に見えないのはあんまりそこまで手が回らないかなっていう感じですかねきっと。なるほど、うん、もったいないなって、うん、今あの妖怪ブームだっていう人いるじゃないですか。はいうん、で妖怪ブームって と怪談文は交互に来るっていう説もあって。はい、で、あの鬼太郎がまた何回も何回も。そうでのように、うね、あの <laughs> アニメ化され続けるじゃないですか。<laughs> そのね。日本で一番有名なアニメの鬼太郎の。鬼太郎ファミリーの。一人が。奈良県出身かもしれないよって。小泣き爺の里って。はいはい。<の>徳島の。はい。うん 銅像じゃない石像まで作って大アピールしてるじゃないですか、はい、あの木下さんどうですか、うん、あの奈良県観光大使になってアピールって <laughs> 多分ね目に見えないものを目に見える形にすると人は集まると思うんですよ。そそううですすよね私もそう思いままけど、まあ 奈良県は別にお化けに限らずともその無形民族文化財的なものに対する予算とかも、まあ、減ったり増えたり減ったり減ったりしてるので <laughs> やっぱりその他に維持しなければならないもう形が生まれてしまってるものが多すぎてうんお金が足りないんだろうなとは思います。なのでまあそういう行政に頼らずっていうんだったらできることは まあ,まあ,あるかなとは思いますけど、うん、なるほどもったいないですけれどね,いいどねそれこそ、まあ、あの手近にできるもう日本オリジナルのものだと思うので、はい、お化けっていうか妖怪は、ねうん、だってベトベトさんもやっぱりあの音だけの現象であるにもかかわらず、はい、水木しげるさんが「 あのイラストをつけて、ねうん、あの半透明で大きな口を開けていて、はい、下たを履いたすごい愛らしいキャラクターの <laughs>、はい、あの姿を与えられたことでやっぱり、うん、メジャーになった感はあるんじゃないかなと思います、ねはい、本当にね、うん、まあならね私も何かできるだろうなとは思いつつ。 だから伝承ってね結構ねものすごい速さで消えていくと思うのではい、はい、それをこの「妖怪新聞」という形で残されていくのはもうすごい素晴らしい活動だと思ってます、うん、ありがとうございますでも本当におっしゃる通りでこれやり始めたのが6年か 7, 7年前なんですけどその時はまだ知られていないながらもあの村に1人ぐらいはなんとなく。 こうやって聞いてきたって語ってくださる方がいらっしゃったんですけど今はもう本当おじいちゃん入院しちゃったとかあの施設に入ってるとか亡くなったと聞く方が増えてきて、うん、なかなかもう難しいかなとは思ってます、うん、これなんか全く意味わからない話ですね<つ> <laughs> の人の鼻を釣るもの鼻吊り <laughs>、うん、通行人の鼻を鍵で引っ かける花釣りというものがいるという、はい、そんなことをして何になるのだろう、はい、いまいちわけがわからないが <laughs> 化け物らしいといえばらしししいいいいとえばかもしれないっていう、はい、でも花釣りは確か、えー、奈良だけじゃなくって関西圏でも他の地域でもお話がありますね。 大阪でも来たことがあるんですけれど、うんうん、それは後付けじゃないかなって今思うんですが、はい、近くにやっぱり花をそいだあのそういった塚があったりして、はい、それの怨念じゃないみたいな話がきっついてましたね。私はは階段は、はいあの その場で話す人がオチをつけてしまってるなって感じること結構あるんですよ。出、はいうん、ないと私は話を切り上げられないからかもしれない。はいはい、でもあのお化けの場合はその前後が完全にななくててもいいいって思う話多いですよね、はいうん、怖がらせようとして伝わってるものじゃないですしなんか話を聞かせようと思ってるものでもないのでなんとなくこういうのがあったっていう形で。 残ってるものが多いですねだから本当にカビを生やすだけとか <laughs> ご飯炊いたばっかりなのに腐ってるとかね先ほどお話で聞いたように「はい、転んじで」ってあの、ね、物語だったら「それで」ってなりますけど、うん、そういうものだって書いてありますね。ね<え> <laughs> 妖怪はで因果がね本当に前後に全くない話もたくさんありますしね、はいうん、砂かけババアもをんで砂撒いてるのかいまいちわからないですからねわからないですよねうん,なんか聞いた人もパラパラと砂が落ちてきて不思議だな砂掛けババ,、うん、ババアが撒いてんだなみたいな <laughs>、うん、でえー、っとおきみぶちの話おみきぶちかなあおみきぶちですかはい、はい ちょっとかがっとてもいいですか、ねはい、おみき縁黒滝村という<を>え村の話だったかと思うんですけども、はいうん、昔おみきという夫人がそこの縁で洗濯をしているとみな底から何か音楽が聞こえてきたのでおみきさんはその美しい音にうっとりしているうちにみな底に引き込まれてそのまま帰ってこなかった。 っていうお話ですね。ハーメルンの笛吹きみたい、はい、音に惹かれてっていうのが、最初読んだ時、怖って思いました。はい。これは、そこの、その、えっ、ー、と。おみきさんだけですかね。はい、音を聞いて。<あ>ね、おみきさんだけで、まあ、この村の人たちは。なんか乙女ぶって、そこのことを言っていて。はい、なので。 まあ、女の人を乙女って女ての人のことを言って、えー、表していたのではないかなとその地域の方はおっしゃってたんですけど、まあ、とにもかくにもその若い女性がそこの淵に引き込まれるっていうお話が何パターンかそこではあったみたいです。うん、じゃあすいませんあ最後に木下さんお聞きしたいんですけれど、はい、これから、はい。 探求していいきたこれからそうですねでもまだあの奈良県本当におっしゃってたように北から南まで広くていろんな話があの眠っているのでそれを一つでも多く掘り起こしたりしていけたらいいかなとは思ってます。 いや、今日はありがとうございました、えー、こちらこそありがとうございました。もう妖怪好きにとってもバイブルですからね。はい、これは <laughs> <laughs> はい、今回はあの奈良妖怪新聞の記者でもいらっしゃる木下さんに奈良県に伝わる様々なお話を聞くことができました。すごいですね。私、妖怪子供の頃が好きで、ずっと色々調べてたんですが、本当に知らないことばかりでしたね。ご感想や質問などはハッシュタグキム。 すべてひらがなですハッシュタグキミュタンをつけて投稿お願いしますまた公式番組 X もありますのでそちらもぜひフォローしてくださいそしてこの番組は毎週金曜日に配信されますのでお気に入り登録もぜひぜひよろしくお願いしますここまでのお相手は田辺誠也と木下まさみでしたそれではまた奇妙な世界でお会いしましょうさようなら